こんにちは、花坂爺さんです。今日はですね、千日紅の切り戻しをしてみたいと思います。本日の動画は3部構成でお話したいと思います。1部が花の紹介と説明、2部が切り戻しの仕方、3部が切り戻し後の管理の方法ですね。それでは早速1部の花の紹介と説明をしたいと思います。皆さんこれ見てください。これ千日紅こんなに咲きましたよ。はい、摘心をしたりね、切り戻しをしたりとかしてですね、ここまでやってまいりました。結構咲いたでしょ。はい、綺麗にね、もうほんとこの赤が綺麗なんですよね。赤と白と、はい、パープルとのコントラストも素晴らしいと思います。こんな感じでね、今咲いてくれてますけども、今日はねこれを切り戻して、冬越しに備えたいというふうに考えています。今日ねバッサリ切りますけど、切った花はね再利用ということで、うちの仏壇にね、飾りたいなというふうに思っています。ということでね、今日はバッサリ切って、冬越しの準備ということでね、やっていきたいなというふうに思います。実はこの千日紅、原産地は熱帯各地なんですね。花色はホワイトとピンクとレッドとイエローとパープルの5色なんです。千日紅はですね、ヒユカの千日紅属で非耐寒性一年草なんですが、この小さな苞がですね、固まって球状になってね、花はほとんど目立ちませんけど、暑い盛りでもね元気いっぱいに咲いてくれました。今でも咲いてくれてます。元気でいつまでも枯れない真っ赤な赤のストロベリーフィールドがね非常に人気なんですね。特徴は初心者向きで開花期が非常に長くて、日本の夏に適した性質ですね。長期間咲き続けます。今も咲いてますよね。庭や花壇、鉢に植えて、育てたものがですね、切り花としてよく仏壇に飾られてますよね。よく見かけます。またフラワーアレンジメントにもね欠かせない素材なんですね。ということでね、とっても可愛いこの千日紅をですね、今日はね準備ということでね、バッサリ切っていきたいなというふうに思います。切り戻しですから結構短めに切りますが、そうですね、2節ぐらい、ここで言うと今節が1、2ってありますから、そうですね、この節を残しておけばいいかなと思いますんで、ここ見えますかね、この葉っぱがありますから、この上でねチョキンと切って、でこんな感じで切るとね、こう仏壇にもさせますからね、再利用が可能であります。ということでね、節をちょっと下に残しながら、下に葉っぱがあるか確認をしながらカットをしていきたいなと思います。こんな感じですね。はい、こんな感じでね、これまたね再利用もできますんで、そしてね冬越しをしてまた来春からね咲いてもらおうかななんて思っています。はい、こんな感じですね。葉っぱがね2枚ある上から切ったらいいんですね。ということでね、もうどんどん切っていきますけど、こんな感じでねちょっきりと切ります。こんな感じです。はい、そうですね、回して切っていきましょうかね。こう白がありますけど、葉っぱのね下に葉っぱを確認して必ず切りますね。はい、プチッと切ります。こんな感じですね。ね、これ葉っぱがありますから、チキンと切りますね。これ全部落としますね。だからね、今日はね、プチッと落としていきます。はい、使えるものはね、どんどんお仏壇に刺していきたいと思いますんで。結構ですね、咲いたですよね。切り戻しっていうか、一回摘心をやりましたかね、2回ぐらいやったのかな。でね、いっぱいこの辺はちょっとぶっつり、この辺から
プチュッと切りました。はい、こんな感じでねでいきたいと思います。そんなね、深く考えないでいいかと思います。切るときはね、下にとにかく緑の葉っぱをつけて切る、こんな感じですね。どんどん切っていきますね。もう容量はね、あとこうイメージとしてこう丸くねなるような感じで切っていけばいいのかななんて思っています。こんな感じでね、使えるのは仏壇に刺すし、短いのはもうコップかなんかで刺すとこかなと思いますけどね。はい、こんな感じですかね。いっぱいねこれも咲いてるんですよね。パープルの花もね結構咲いてくれましたね。なんかあの花が、白い花が咲かないっていう確かコメントが来てたと思うんですけど、なんでなんでしょうね。もうちょっと様子を、日陰で様子を見てくださいって確かコメント打ったと思うんですけど、咲いたんでしょうかね。今日見てらっしゃいますかね。咲いたならいいですけどね、咲かないならなんか原因があるかと思うんですけどね。それは追求しないといけないかなと思いますけど、大きな葉っぱはねもうカットします。こんな感じでね、大きな葉っぱ、はい、結構咲いてくれたですね。この辺はちょっとブチッといきましょうかね。こう下から葉っぱもついてるようですし、下にちゃんとした枝もあるので、こういう虫が食べてるね葉っぱもありますから、こんな感じでね、よいしょ、切っちゃいましたね。あらかたはもう花も落としますので、下に葉っぱがあるところで、皆さんの千日紅は咲きましたかね。どうだったんでしょうね。こんな大きくなってますよ。なんかこんな初めて見ましたね。こんな感じのすごいのができてますね。はい、こんな感じでよいしょ、あらかた切れたかな。新しい芽が出てますからね。これもこのままして、ちょっとねこっちがね生育がいいので、もうこれもねちょっとカットしたいと思います。これはちょっとバランスでね、ちょっとカットしたいなと思います。何ですかな、この子も切り落として、こんな感じでいいのかな。はい、とりあえずね冬越しっていうことで、もう切り戻しっていうかね、普通のあれを兼ねてこんな感じになりました。そして大きな葉っぱがね、どうしてもこう虫が食べてたりとかですね、そういった葉っぱがありますので、揺れてる葉っぱ取りますとかね、枯れてる葉っぱだと、あと切った落ちた葉っぱもね取り除きます。まあ、病気ね、虫とか病気の原因になりますので、はい、こんな感じでね、とりあえず大きな葉っぱ取りますね。切ります。はい、またね勢いのある葉っぱが出てくるかと思うんで見てあげたいと思います。はい、ということでね、これが冬越し用の切り戻しということでね、しました。であとね、これやることがあるんですね。やったらまずこういったものにね消毒をしておくということですね。まず根元からこう全体的に消毒をして、であと全体的に虫とか病気の予防になりますよね。
月に1回ぐらいね、こういう腰で軒下に置いてても消毒された方がいいかと思います。それと切り戻しをしたら必ずこういったものですね、加工性肥料ですね、をあげてください。はい、で冬越しの際にはですね、もう特に肥料いりませんので、肥料いらずですね、まあ、カラカラになったらまあ水をあげるという感じですね、少量の水をあげとけばいいかと思います。と軒下ですと霜がおりませんので、ちゃんとね冬越してくれるかと思います。ということでね、これで2部の、切り戻し、冬越しを切り戻しということでね、終わりたいと思います。切った花はね、仏壇にねバッチリね、備えたいと思いますのでね、はい、利用したいと思います。楽しみたいと思います。明日3部なんですけども、3部は切り戻しの管理の方ですね、まずですね、今日皆さん伝えたいことが5個あるんですね。5個で1つ目ですよ、1つ目、まあ、鉢植えの場合はですね、まあ、通常管理ですけど、土の表面が乾いたらたっぷりとやるってことですが、水をやりますけども、過湿に注意なんですね。やりすぎると根腐れを起こします。乾燥には強いんですよ。ですから庭の水やりはねほぼ不要でございます。で冬越しの際はですね、さっき言ったように乾いたらあげる程度で結構です。いいですか。2つ目ですよ、鉢植え庭植えともに加工性肥料をですね月に1回やります。ただ冬越しの際はあげません、そのままです。3つ目、深く植えたり過湿になったり株元がぐらついてですね、傷がつくと立ち枯れ病という病気になるんですよね。ですから対策としては今言った反対ですよね。まず、浅く植えて乾燥気味に管理して、ぐらつく場合は支柱を立てるというね、逆のことをやればいいということですね。4つ目なんですけど、7月から9月にね高温乾燥が続くと花にが発生するんですよ。ですから水やりの際はですね、撥水で上からやるということですね、ということです。これはもう通常管理でね、来年のことになるかと思うんですけども、覚えておいてもらえばいいなと思います。と5番目なんですけど、6月から7月はですね、ナメクジがよく来るんですよね、夜行性で昼間はですね鉢の底に隠れてますから、見つけたらもう捕殺してくださいね、処理をするということですね。ぜひねこの千日紅、もしね植えてらっしゃる方がいたら、まあ、冬越しの準備ということでね、あらかたねもう咲いてるこう下に緑の葉っぱがあるうちに、切り戻しをして冬に備えられたらいかがでしょうか。最後になりましたがね、いつもコメントくるとありがとうございます。チャンネル登録者の坂井さんを応援しましょう。方法は今画面中央に私の似顔絵が出てますので、ピッとクリックするだけですね。今日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のまた動画でお会いしましょう。